はい、本日の GI チャンネルのゲストはこの方です。はい、NHK 党の立花でございます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まず立花隆さんなんですけども、はい、僕がもともとですね、YouTube の、 インタビュー形式をやり始めたきっかけが、はい、政治家女子48党の、 候補者の方々にちょっとインタビューをして、はい、それが楽しくてちょっとこのインタビュー系に転身したんですけども、はい、もう一度この立花さんのおかげというか今の YouTube チャンネルがなったのは、はい、立花さんきっかけだったんですけども、はいはい、この政治家女子48党っていうアイデアは結構昔からあったんですか、はい、こういう構想は。うわ、昔そうですね、やっぱり若い女の子はやっぱり人気があるのでね、うん、はいはい、それはもう僕がやる前からアイドルっていうのは基本的には若女の子って基本的には売れるじゃないですか。そうですね、はい、だからそういう意味ではどうでしょうか、それが早くやれればいいとは思ってましたけど、なかなかね、それが集まってくるまでに時間を集めるために時間かかったのは正しいかな。はい、はい、あ、どうぞ置いておいてください。ちょっと肉卵いいですか。はい、はい、あ、できたらもうずっとマスクの、基本的にはこう焼肉食べる会なんで、撮影する会がメインじゃないので、ちょっとできたら食べてもらった方がお店側が食事しないと利益が出ないんで、要はだからここ僕とご飯を食べるっていうのは3万3000円で、ここ場所借りてるのはご飯食べなきゃいけないんで、全く食べないしわけいかないんで、そこだけはちょっとすいません、めっちゃ食えちゃうわけじゃないですか。はい、じゃあそのタイミング的には去年の選挙がもうタイミング的にはここで行こうっていうのがあったんですかね。いや、もうでもね、はい、美男美女を集めるっていうのは2019年から言ってますから、言ってて、はい、はい、そういう意味では集まるかどうかですよね。はい、はい、で立花さんはもともと NHK の職員だったんですけども、はい、NHK に入ろうと思った最初の要因って何かあったんですか。あ、それはもちろんNHK の仕事が好きだからですよ、ね、はいはい、最初のスタートが、はいはい、結構年収的にはかなりいっぱいもらってたんですよ当時。そうですね、はい、最終的には1200万ぐらいだったかな。あ、大丈夫ね。ああ、そうだ、ごめんなさい、これを動かそうとしたんだ。ごめんなさい、失礼しました。はい、その1200万円の年収を蹴ってまで辞めるきっかけの最大の一番の要因、それはもう NHK の席入りを、はい、週刊文春でやったことが一番ですよね。はい、結構周りの雰囲気というか、はい、当時その周りにいた職員の方もおかしいよねっていう声は上がったと。おかしいよねって、ちょっと取材全くされてないんで、はい、ちょっとあれですけど、はい、要は NHK が国会に会長が呼ばれるぐらいのですね、はい、不正経理が週刊文春によって、はい、報道されたわけですね、はい、でそれで、国会に当時の会長海老沢さんが呼ばれるなりしてですね、はい、でその受信料の不払いがもう何百万件っていう数字が出てですね、はい、でもう大混乱をしていた中で、はい、公になっていない不正不祥事もいっぱいあるからということで、私が週刊文春に内部告発をしたと、はい、そういう状況で、はい、NHK 内部は相当混乱している時に行われたことです。はい、はい、じゃあもうそれでやめて、結構その当時は妨害とかっていろいろやっぱ課題が強かったです最初の頃は。まあそうですよね、はい、もちろんその NHK 内部の情報を出すなっていう妨害はいっぱいありましたよ。はい、はい、その NHK 時代、 NHK に入社してた時っていうのは、NHK の番組も結構見てたんですか当時は。いやー、そんなにこの見てないですね。僕はやっぱりスポーツ、スポーツなんで、はい、まあ、スポーツは当然ね、特に最後の方はスポーツだったんで、はい、ただ番組を見るっていうか、まあ、作ってたんで。あ、じゃあ特に NHK の番組で好きな番組とか、はい、特に当時はなかったですね。いやいや、まあ、大河ドラマとかも好きですし、はい、当然阪神戦なんかも番組を作ってる側だったんで、作ってる側、はい、当然スポーツは特に野球は好きでしたよ、はいはい、でも今となってはもう今はもちろんもう NHK に関して一切見てないということですね。ああ、テレビがないよね。そうですね、はいはい、あ、分かりました。それからその政治家への転身になってくるんですけども、政治家を最初志したきっかけは何かあったんですか、スタートの。うん、だから NHK を潰さなきゃいけないっていう、はい、この受信料問題やろうとしてたわけです、うん、もう潰すためにはもう政治家になろうと、まあ、潰すためっていうか、まあ、正式に言うと NHK の問題を解決するには政治家にならざるを得ないからなったっていうことですね。はい、あ、はい、ね、それで そっからはじゃあもう、まあ、議員になられて今の活動につながってるということですね、はい、長い時にはね、はいはい、あ、分かりました。なんかその仲のいい政治家さんとか尊敬する政治家さんっていらっしゃいますか。仲のいい人は多分何かいると思いますけどね、はい、うん、なんか尊敬する政治家さん、まあ、僕は特にその、ね、この人っていうのは特段名前を挙げることはしてないですね、はいはい、あ、じゃあ特にはそんなには。いや、尊敬してる人はいっぱいいますよ、はい、ただそ個人的に名前を挙げるっていうのはちょっと、ね、相手にもいろいろ影響が出ちゃうんで、はいはい、あと昔はパチスロも結構やられてたそうなんですけども、パチンコ、パチプロですよ、僕は、はい、パチスロともやってましたけど、はい、最近は一切やってないんですか、その辺は。
うーんと一切ではないですね、はい、僕は別にパチンコ、まあ、ただもうこの2年ぐらいやってないですかね。あ、2年間やってない、はい、あ、じゃあ当時は結構その昔はパチスロで結構稼いで、だからパチプロなんで、ちょっとこの辺の情報ってもうすぐ YouTube じゃなくても出てくるので、はい、むしろどれぐらいの僕はパチンコやパチスロの歴があるのかっていうか実力があるのかは、はい、もともと僕 YouTube はパチンコのプロとしての YouTube で売れてきたものがあるので、はい、ちょっとそんなレベルじゃないですよ。あ、なるほど、はい、じゃあスタートはもともと YouTube はそっち系の配信をやられてるんですか？NHK の問題と、はい、その、まあ、スポーツの裏側とかパチンコ、はい、パチプロってやってるんで、僕だってね、パチンコで億単位の利益上げてるんで。あ、はい、億単位すごいですね、はい、いや多分だからちょっと分からないですけど、僕のことをちょっと知ってる人だったら皆さん、はい、ウィキペディアに書いてるような情報なんで。書いてありましたね。分かりました。これで YouTube 今収益化はされてないですか？はい、しないです、ね、あれなんで収益化？いや、もうだから YouTube 収益化してできないのもそうですし、しない方がいいと思ってます。あ、なるほど、はい、なるほどね。じゃあ今はもう収益はない状態ですね、はい、あ、いらんこと言っちゃうからですよね。収益化するといらんこと言っちゃうじゃん、はい、っていうかそのね、やっぱり視聴率、民放がダメなのは、うん、視聴率にこだわるじゃないですか、はい、質よりもね、うん、だからやっぱり質を高めるには率は、うん、やっぱりバカはいっぱい群がってくるから、はい、YouTube で稼ぐには、はい、バカなこと言った方が取れるんですよね、うん、お金は、はい、再生数はね。でもやっぱりね、中身しっかりしたことを言えば再生数は取れないから、はいはい、っていうところがあって、はい、でも今 YouTube でお金を稼ごうと思ってる時点で僕はもう大きなもうバカどもやなとしか思ってないです。申し訳ないけど、うん、それはどの辺で感じますか？いや、だってもうそんなの儲からないじゃん、うん、あ、これだけ、うん、多くの人がやりだしたら、はい、もう、見る人とやる人の数がもう完全に需要と供給のバランスが崩れて、なんで今頃やってるの YouTube って感じ。自分の発信をするための、うん、情報の発信をするとか記録を取るためっていうのは分かるんですが、利益を上げるために YouTube してる人たちはもう本当に遅いっていうか、うん、なるほど、っていう気はしますね。だからもう立花さんに関しても再生数もすごいですもんね。もうその PR というかね、影響力的には、だから昔の再生数はすごかったですよ、はい、今は大したことないですよ。1日10万いかないぐらいですよ。ああ、もうそれでも結構すごい。いやだって10万いかないっていうことは、はい、仮に課金してたとしても、うん、0.2 円としてですよ、はい、うん、1日2万円ぐらいですよね、はい、うん、あ、そうすると月にして50-60万ですよね、はい、うん、多い時はだって700万1000万とかありましたから、はい、うん、確かにもう稼ぐにはちょっと YouTuber 厳しいかもしれないですね、全体的にね。まあね、どれぐらいの金額っていうことにもよるでしょうけど、うん、はい、やっぱり僕がねメインで収入やってた時は編集もしてないし、はい、うん、まあ、今も編集してないんですけど、はい、そういう文字をつけたりともしてなくて、うん、最高ね1200万ぐらいあったわけ で、はい、で逆にお尋ねしてこう今 YouTube 撮ってる、何を目的でやってるんですかこれ？僕はもう趣味ですね。あ、ですよね、完璧趣味です。そうだったら、はい、はい、そうですよね、ぶっちゃけ赤字です。わかりました、赤字っていうか、まあ、はい、はい、あれですか、じゃあ普段その立花さん活動する上で、はい、なんか心がけていることとか普段なんか大事にしていることってご知事の中でもありますか、普段の活動で？いや、楽しむことでしょ。もうご自身が楽しむことをモットーに活動をやってると。ていうか人間って楽しく生きればいいんじゃないの、うん、モットーも何も、うん、ね、他人に迷惑をかけずに自分が楽しいと思うことをやることが一番の成功っていうか幸せだと思ってますけどね、うん、なるほどね。そんな基本中の基本だと思うんですけどね、うん、なんか変にこうモットーとかいうレベルじゃなくて、うん、はい、はい、もう常に楽しむことをもちろんね、楽しむっていうのはただね、おちゃらけるっていうだけじゃなくてね、はい、世の中の役に立てばいいんじゃないかとか、はい、自分が死んだ後も歴史に残るようなこと、うん、そういう意味の楽しみですけどね、はい、楽しいことをするっていうのが人生の成功だと思ってますよ。あとその立花さんの、その、ま、ネクタイなんですけども、とても個性的な色なんですけども、あ、これは塔の色なんで、あの黄色と青が、はい、黄色と青が、はい、黄色と、ちょっと今、ないんで、はい、これが一番目立つんですよね。あ、青のバックに、ブルーのバックに黄色で文字を書くと、はい、すごく、見えやすいっていう、ちゃんと、はい、これ科学的なデータが出てる。あ、そういうとこからその2色を選んだわけですね、はい、今日のイメージからということで、はいはい、あ、わかりました。立花さん自身が今後立候補する可能性ってのはもうないですか？それはもうないです、はい、もうないですか？はい、それはもうないです。あ、それはどの辺でもう、いや、だから戦略っていうのがあって、僕が立候補しないから僕がたくさんポスター貼れるわけですね、今回の。あ、はい、
立候補しないことの方しない方がお金も配れるし、うん、はい、選挙戦術上はすごく有利なんですよ。あ、だから議員になることが、はい、なんだろう、立候補して議員になることが、はい、あの力を持つっていうことではないんですよ、ね、はい、あ、たくさんの自分の、はい、自分の政党を大きくすることが大事です。あ、とりあえずカルビは2人前とあのヒレ2人前で、とりあえずご飯だけ将来追加して食べなくなったら、はい、はい、ありがとうございます。立花さん、今趣味って何かありますか？いや、基本的には仕事ですよね。あ、仕事、まあ、でも仕事っていうか、だからねえ、一般的なことあれですけど、本当に最近春控えてるなんかも土曜日日曜日とか休みとかっていうんでしょうけど、はい、全部が楽しいんですよ。全部が楽しい。だって365日24時間楽しく生きることが一番楽しいわけで、その何だろう、趣味とか休みの日何してるっていうのは、はい、サラリーマンの人にはそれを聞いていいと思いますけど、うん、学生さんとかね、はい、でも我々経営者はもうそういう趣味は何ですかって聞かれたら、うん、もう楽しく生きているんで仕事も楽しいし、はい、そもそも楽しいこと以外仕事にするつもりもないし、うん、もちろん例えばだって僕だったらゴルフ行っていても仕事ですよね、うん、お金が、まあ、全くプライベートでゴルフの場合違いますけど、例えばファンの方とゴルフ行ったらそれがお金になるという意味では仕事ですよ。そうですね、まさに今日こうやって今ご飯食べることが仕事なんで、うん、あ、なるほど、はい、あ、じゃあハマっていることに関しても仕事ですか？最近ハマってるっていうことも、はい、そうですね、もちろん、はい、今はだから東京都知事選挙にハマってますよね、はい、まさにね、はいはい、あの都知事選挙のね、あの、はい、掲示板のアイデアっていうのも、はい、あのアイデア自体は結構昔からあったんですか？いやいやいや、あれは、はい、パッと思いついたんですか？まあそうですね、まあ、パッと思いついた、まあ、パッと思いつくっていうのもちょっと変な話なんですけど、はい、その常にどうしたら、はい、ね、あの、はい、こううまくいくかっていうことを考え続けてるので、はい、パッと思いつくっていうのは、まあ、当然ね、あ、これだと思う時あるんですよ、はい、それはもちろんあるんですけど、はい、じゃあもう常にあのアイデアを考えてる状態って感じですか、はい、あの蓄積されたもんだと思いますね。あの知識がないとアイデアって出てこないんで、はいはい、あ、今回の掲示板に関してもかなり話題でね、そうですね、はい、それはそうだと思うんだけどな、うん、ただポンと急にアイデアが出るんじゃなくて、根底にまずその、ね、そのポスターとは何ぞや、東京都知事選挙とは何ぞや、選挙とは何ぞやとか、なぜポスター掲示板は何のために貼るんだとかっていう基礎知識がなければアイデアって出てこないので、だから僕も今回そのね、誰でも貼れるっていうのが全然知識としてなかったんで、うん、そういうの知らなかった、今回初めてね知ったんで、だからその知識を持ってないとちょっと分からないですよね。あ、だから今回の件で結構皆さんね、そういうこと知った方も多いと思いますけどね、はいはい、あ、分かりました。橋本さん、好きなアイドルっていますか？アイドルね、はい、アイドルは結構昔から、いや、まあそういう意味では山口百恵さんからですよね、はい、あ、百恵さんから始まって、はい、三田寛子さんとか、早見優さんとか、はい、最近の人は分からないですね。やっぱ昔の、過去の、いや、今のアイドルって、もう、はい、テレビに出てる人だけじゃないじゃないですか。そうですね。だから、今のアイドルの人って、はい、ね、だから普通に可愛い子イコールアイドルみたいな時代じゃないですか。そうですね。はい、誰でもなりてる。YouTube に出てるとかっていうのもそうなんで、はい、そうです、いわゆるアイドルって言われたら、はい、あ、でもこの間スピードの今井絵里香さんに会って嬉しかったですけどね。あ、それはどこか、で同じフロアなんで、国会の、はいはいはい、そう、初対面だったんですか？初対面っていうか、それはしょっちゅうで、あの、うん、あのフロアが、はい、一緒と一緒、職場が一緒なんで出会うことありますけど、うん、もちゃんと挨拶して話したのは前回が初めてかな。はい、はい、ありがとうございます。橋本さんの好きな異性のタイプってどんな女性のタイプですか？僕はもうね、セックスしたいと思うのがタイプですね。もう橋本さん自身がですか？いや、もちろんもちろん、いや、だから分からないんですよね、どういう人に発情するのかっていうのが、その時の気分、あー、わかります、わかります、はい、気分によって変わるんですよね。いや、そんなもんじゃないですか、だって綺麗な人で、自分が一般的に綺麗と思っても、発情しない人もいるじゃないですか。そうですね、あの、多分それは動物的なものじゃないのかな。
うん、そういう方がタイプ、もうあのこだわりというか特にこの人っていうタイプはないんですね。ルックスはどういう人がタイプとか、うん、まあ、もちろん ね、はい、俗に綺麗って言われるそうですけど、でもそうは言っても、はい、世の中的に綺麗くなくてもエッチしたい子はいますからね、はい、そこはもう分からないですよ、その時の、はい、ね、自分の感、まあ、なんていうんでしょうね、経験とかいろんなものがあるんでしょうね。結構橘さんも経験人数もすごい数いそうですけど、もう過去今まで知ってきた中ですごい人数、70人ぐらいじゃないかな、そんなもんですか、もっと多いようなイメージありますけど、あ、僕はだからそのまず風俗とか行かないのと、はい、そういうあまり あのいわゆる一晩、はい、っていうなんか一晩限りみたいなのはないですね。風俗行かない理由っていうのは何かあるんですか。いや、もう全く僕はあの大事にしたいタイプなんで、女の子大事っていうかこういつから狂えていくことが楽しいので、僕は恋愛の延長上にエッチがあるっていう考え方なんで、いきなりゴールですもんね、風俗はね、もう説教しちゃうんですよね、なんでこんなことしてんのみたいな。あ、一番ダメらしいんですよね、そういうのが、ごめんなさいね。あ、そうなんですね。そういうので聞くのが一番なんかダメらしいんですよね。あ、はいはい、僕はあのなんだろう、困ってる人を見つけると助けたくなるんで、はい、だからこうでもちょっといろいろ理由はあるみたいですね。ちょっとそこら辺はよくあまりわからないですけど、あと立花さんといえばちょっとあのパイプカットをしてるっていうのがあるんですけども、はいはい、うん、結構若い頃にもやられたんですか。うん、30代、うん、それはなんか、いや、息子ができたから、2人目の子供ができて息子は、うん、はい、それはもうやご自身でやろうと決めたんですか。はい、あ、パイプカットは、うん、それはなかなか何でもなんで、いや、だって2人子供できてこれ以上このもんだら大変かな。ああ、なるほど、そういう理由でも即決断をした。じゃあ誰かに言われたわけじゃなかったんですね。まあそうですね、別に誰かに言われてやるようなことはご自身の意思でやったと、はいはいはい、あ、わかりました。なんか立花さんでなんか好きなアーティストとか曲とかジャンルって何かあります。普段聴いてる曲とか。あ、結構普通にでも J-POP ですよ。あ、あんま洋楽は聞かないんですよ、大体 J-POP だから。洋楽も聴きますけど、はい、全然だからいわゆるディスコって言われるところでかかった曲とかは聴いてますけどね、はい、最近の洋楽は全然わからないですけど。なんか固定のファンとかじゃいないんですか、昔から。うん、大好きなアーティストとかっていうのはよく聴くとか CD 持ってるんで。もう幅広いじゃん。まんべんなくですね。まんべんなく聴くっていう。なんだろう、いわゆるトップ10とか出てくるような曲を普通に聴いてますね、はい。カラオケは行けますか。カラオケはね、僕、はい、そんなもう50超えてからそこまでカラオケをしたいと思わないですね。あの自分で行きたい、初先生行きたいってないですけど。あ、はい、じゃあ行ってた頃はよくお箱みたいな感じで。ええ、僕からもちろんあの歌何度も披露してるんで、はい、歌は上手いので、はい、一番好きなのはよく必ずこれ歌うなって曲ないですか。大体もうまんべんなくて。そんな、まあその時の気分、周りの雰囲気とか、はい、はい、あ、そういう感じでやってますね。はい、うん、食べちゃいますね。普段のですね、活動で楽しい、はい、特に楽しい瞬間とか、まあ、さっき何でも楽しい、全てが楽しいって言ったんですけども、うん、特に楽しい瞬間とか特に幸せだなっていう感じる瞬間っていっぱいありますからね、はい、多分どうなんだろう、うん、まあ、一つに絞る。いや、例えば昨日でもね、はい、NHK あのうちのサスケ君のポスターがテレビで放送されたとかね、はいはいはい、あ、そういう瞬間も結構、うん、じゃあもうもちろんだから裁判で買った判決文もらった時とか、はい、いろんなものがありますよね。あ、うん、なるほどね。サスケ君はあれですか、うん、もう今何歳なんですか。もうすぐ4歳。あ、もうすぐ4歳、うん、じゃあ結構もうお散歩もね、よく配信でやられてますけども、うん、結構ドッグランとかも頻繁に行かれるんですか。はい、あ、ドッグランもよく行く、うん、あ、なんかそのお泊まりで全く食べない。あ、ただこれが高く食べますか。はいはい、はい、じゃあ結構お出かけは結構頻繁にしてるんですか、サスケ君って。ええ、ああ、散歩1日2回行ってますよ。散歩1日2回、はいはい、あ、そうですね。じゃあ今ちょっと楽しいことを聞いたんですけども、はい、逆にですね、普段の活動でなんか大変なこととか辛いことって何かありますか。まあ、病気になった時ぐらいだった。ああ、ご自身がちょっと病気になったの。いや、まあ一応ね、この2年ぐらいで2回ぐらいは入院してるかな。うん、体調悪い時ぐらいですね。あ、それ以外は大体もうそんなに辛いことはないですか。結構いろんな方がアンチから攻撃とか受けても、その辺も結構じゃポジティブというか心強いんですね。もうだってアンチはバカなんで、そんなまともに相手するの。あ、だってもしアンチに何かされて、うん、自分がテンション下がったり辛いってなったら思うツボでしょ。あ、それはもうそんなめちゃめちゃやらなくていいですよ。
いやだって食べてないんだもん。それももともとあれなんですよ、もう生まれ持って強かった。いやいやだからバカのアンチは対応しないのが一番じゃないですか。そんな人たちのことをそもそも気にすることないんで、基本的には僕はあのフォロー&ブロックですね。ああ、じゃあもう気にしないで、フォローして相手にフォローしたよと通知して、はい、その後すぐブロックすれば、はい、だって相手のこと見れない。だって相手一番嫌なのは見れない相手されないでしょ。あ、そうですね、うん、だからこっちはこのこと書いてるなと思ったらすぐツイッターだとフォローしてあげてブロックですよね。あ、でまあYouTube だとそのまま、はい、非表示、コメント欄非表示にして、はい、結構じゃあご自身で怖い目とかあったことありますか、そういうアンチみたいな嫌がる。ああ、それはないですね。もう本当に命の危険を感じたことも特にないですか。ないです、ないです、はい、じゃあ大体ネット上で、ああいうのだってネット上のアンチってリアルで全然何もできないんだ。ああ、じゃあネット上での攻撃だけであったことも、はい、そんなには、はい、ご自身も怖がらないというか、はい、そういう感じなんですね、うん、あ、分かりました。じゃあ活動でも私生活でも今までなんか苦労したことって人生最大のピンチみたいなことなんかありましたか。あ、もうだからピンチだったなみたいな。いやだから病気の時ですよ。あ、それもやっぱ病気の時以外は、うん、はい、5年前もしましたからね、うん、はい、じゃあその時以外は大体そんなにはピンチの部分は感じてないってことなんですね。うん、まあそうですね、特に、はい、じゃあ田島さん、あんまり気分が落ち込んだりすることってもあんまないですか。もうポジティブですか。ちょっとテンションが下がっちゃうなって普段。いや、それはもう一人でいたら結構テンション下がりますよ。橋場さんでもちょっと下がる時があるんですか。てか僕の場合はやっぱりね、はい、脳みそがめちゃくちゃ回ってる時はやっぱりね、もちろん回るわけですから、はい、ずっと回してるわけにいかないので、はい、むしろクールダウンをしてるっていう時には周りから見たらそりゃテンション低いと思われるでしょうね、はい、でもまあそういう時の誰も基本的に一人でいるんで、はい、やっぱどっちかっていうとやっぱネガティブよりポジティブ派ですよね、田島さんはね。そんなにくよくよしたりしないですよね、いつまで引きずったり嫌なこと。まあそれは50超えては特にそうですよね。だってね、周りの人みんなバカやと思ってるんで。ああ、なるほど。あ、みんなバカって言うとおかしいか。だからバカは相手しないので、まあ前向きな人としか基本的にはコミュニケーション取らないですから。そんな中でその気分が落ち込んだ時っていうのはなんかどうやって奮い立たせるとかありますか。いやー、だから気分が落ち込まれることしないんで。あ、もう初めから。で、もし落ち込んだんだったら奮、はい、い立たせる必要性はないでしょう。おー、落ち込ん、あ、もうそれだけ落ち込んだままでいると。だって無理やり奮い立つんだ。だってそんなの落ち込むんだったらそれなりの理由があるわけだから、それを噛み締めればいいんじゃない。あ、その期間を噛み締めると。自然に上がってくるまで逆にゆっくりした方がいいわけでしょ。今なんか夢ってありますか、田島さん、漠然と夢。まあ夢と目標なんて基本的に一緒ですからね、はい、うん、当然それは天下取ろうと思って今動いてますから、はい、天下取りをずっと、うん、それやっぱ総理大臣。いや、総理大臣というよりもだから天下を取るっていうのは別に総理大臣イコールこの国は天下を取ったことにはならないんですから、はい、基本的にはね、三権分立してるわけで、はい、いろいろなところで、うん、立花さんの描いてる天下取りのなんか一例みたいな、まずいやいや、もうもちろんそれはあの一例っていうか、うん、あのまず自分が総理大臣を作り出すことですよね。あ、なるほど、はい、まあ、それも、はい、そこは一番自分のある意味思った人を総理大臣するっていうのが一番のまあ天下取りの分かりやすいところですよね。あ、はい、じゃあ座右の銘みたいなのってありますか、立花さん。座右の銘、金と女と選挙の方を追えば逃げるですね。もうそれはもう昔からそれをもう頭に入れて戦ってるって感じですか、普段。うわ、やっぱり人生の経験でしょ。ああ、経験で、うん、あのご自身の経験でそのじゃあ夢が生まれた。そんな夜間でも大丈夫ですよ。食べてないんやから。なるほどね。はい、そんなバンバン焼いてるんで食べてない。ああ、もうないのか。はい、はい、なるほど。じゃあ八幡さんの好きな食べ物、うん、大好物みたいなのありますか。食べ物は結構、はい、まあ、でもあんまり食べてないから、でも酢豚と焼き飯の組み合わせとか、はい、たこ焼きとんかつ、まあもちろんミルクティーはずっと食べてます、ね。はいはい、甘いものと揚げ物ですね、はいはい。あれですか、ご自身で料理はするんですか、自炊。ほんとたまに、うん、おたまに、うん、そんなもう年に5回、はい。なんか得意料理ってあるんですか。お好み焼き？あ、もう大阪、もちろん大阪なんで、うん、お好み焼きとか、はい、うん、まあでも料理さったらそこそこうまいと思いますよ。へえ、それはもう自然と料理の腕は上がってた。いやいや、
昔から作ってたんですか。でだからそのやらないですけど、うん、ポイントがあるじゃないですか、はい、だからこのいや年に下手したら 2,3 回しか飯作ったりしないですけど、はい、誰かね、だって自分の一番美味しい味付けでやるわけだから。あ、誰かに食べさせたこともあるんですか。いやもちろんもちろん、はい、基本的にはね、好きな女の子が出てきた時にたまにはご飯でも作ろうかみたいな感じの料理をすることがデートの一部みたいなことで作ったりはすることありますけどね。今恋ってしてますか。今は現在進行形で、いやそんな恋と言われるような恋はしないですね。今ちょっと恋もしてみたいなと気持ちはまだありますよね。ああ、まあしてみたいというかね、はい、恋愛が一番人生で楽しいと思ってますから、恋愛することが、はい、あ、もうそれがやっぱ楽しい、はい、うん、好きな飲み物はやっぱりミルクティーになりますかね。一番好きな飲み物はそうですね、はい、ミルクティー、まあ、牛乳も好きですけどね、はいはい、アルコールは結構飲むんですか普段から。いや家には置いてないですね。置いてない、はい、外で結構たしなむ程度って感じですか、ね、はい、お酒は別に飲めるんですけど、はいはい、美味しいとはもう思わないですね。思わない、はい、ました。好きな動物はやっぱりワンちゃんですか。もう動物はもう全般好きなので、それはもう犬にこだわらずに、はい、もうね、お馬さん、馬とかも大好きだし、はい、あ、じゃあ、うん、競馬とかも結構見るんですか。いや、ギャンブルはあんまり、じゃあそう、いや、ギャンブルはしないですね。ギャンブルはもうしないですね、うん、お馬さんも好きで、うん、あの、牧場に行って、あ、大馬さんになるのは可愛いですね。大馬さん、まあだから動物に餌をあげるのがすごい好きで、ほら相手が亀であろうが、はい、ね、プチョジであろうが、はい、こうそういう動物のテーマパークみたいなの行くのは、まあ、最近行ってないですけど、はい、それが好きですね。うん、じゃあ今サスケさん、サスケちゃんがいて良かったですね。いなかったらなんか、うん、何かしらやっぱ飼ってましたかね、動物は。いや、サスケもいますけど、猫も3匹。猫も3匹。チャットとシートとトラもいるんで、はいはい。じゃあかなりお家は賑やかというかね、はい、明るいですね、今の。あ、わかりました。じゃあ次の質問なんですけども、はい、今一番大切にしている宝物みたいなものってありますか。いやー、それもないですね。あ、宝物みたいなのは特にないですか。大事にしていることでもいいんですけども、自分のご自身の中で。携帯電話ぐらいですか。あ、携帯電話。いや、これなかったら何もできないじゃないですか。あ、え、携帯電話でこう、まあまあ、だから携帯電話ないとちょっと困るかな。結構 X もね、結構頻繁に更新してますもんね。 X とか YouTube とかね。じゃ YouTube の撮影、ね、も今もその携帯1本でやってるんですか。 YouTube の撮影に関しては、ああ、はい、パソコンと普通のカメラ使ってますよ、はい、やってると。じゃあもう宝物は携帯と、まあ、宝物っていうか、うん、まあ、なきゃ困るもの、うん、まあ、それはだから ないと困るものでしょうね。今の世間でいうところの宝物みたいな概念はないですね。あ、そうだよね、はい、はい、あ、わかりました、はい、最後になるんですけども、はい、告知とかあればなんか何かおっしゃってください。告知、はい、あ、何かおっしゃる、はい、はい、選挙戦のことでも、あ、はい、あ、まあ、東京都知事選挙のポスターを貼る人を探しているので、はい、まあ、ただちょっとこれがいつもオンエアされるかわからないですけど、はい、はい、来週します。あ、じゃあ、 はい、6月20日以降晴れますので、はいはい、じゃあまだまだ募集をしてるってことなんですね。はい、それは、はい、金額はおいくらでしたっけ。だから20日以降は1箇所3枚の寄付と、はい、あとはポスターを作る制作費は別途、はいはいはい、で貼る人も別途ということになります。はい、わかりました、はい、本日のゲストなんですけども、島田隆さんに来て出会いました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうも。